岩佐醤油有限会社の新子と申します。うちはですね、1881年、明治14年創業の、マルシン本家という金山寺味噌のメーカーの僕は、まあ、5代目になりますけども、その醤油事業を分社したのが岩佐醤油有限会社です。で、今回はですね、まあお醤油の発祥の地と知られるこの湯浅町なんですけども、まあ、どうなんで発祥なんよ、ルーツは何なんよということを、まあ、こう紐解いていくとですね、なんとすごく面白いことが次々と出てきました。これはですね、私なりに分析検証して、伝えていきたいと思います。よろしくお願いします。お醤油のルーツ。お醤油のルーツは中国に伝わるジャン。平安時代、貴族の宴では醤油に似たものはすでにあった。名前はひしお。液体ではなく味噌に近いもので、卓上調味料として各自が調味していた。北東国氏が宋から金山寺味噌の醸造方法を持ち帰り、その樽底にたまった液体が美味しかったことから、味噌作りに失敗した時の副産物が醤油のきっかけになったと言われている。ここはですね、岩佐町の隣、まあ、山越えたところにあるお寺なんですけども、興国寺と言います。ここはですね、北東国氏が中国から帰京して、北条政子が、夫の頼朝で息子の実朝公の菩提を弔うために建てたお寺です。北東国氏、鎌倉時代の臨済宗の僧、神智革新とも言う。高野山の金剛三万院で太閤行遊に師事。師である太閤行遊は源の実朝公との信仰が深い人物とされている。源の実朝の霊を弔うために高野山に来た葛山景友に出会い、生涯の友となる。師と親友のたっての希望により1249年に宋に渡り、6年間各地で修行する。
その後日本に戻り、臨済宗法堂派の本山であった由良興国寺の開山で住職となる。亀山上皇の帰依により法堂国寺の保護を授かる。もともとその法堂国寺が、中国の金山寺、その経山寺の方に紹介状を書いてもうて行ったみたいなんですね。で、そこは禅宗のお寺で、まあ、今でも、格式の高い、お寺なんですけども、目的としたら、金山寺を習いに行ったんじゃなしに、禅宗を教えてもらいに行った。禅の教えを請いに行ったっていうことと、もう一つは、源実朝公、その菩提を弔うために、中国行ったっていうふうには聞いてます。源実朝、父源頼朝が他界し、長兄源頼家が亡政により出家引退。1203年に12歳で鎌倉幕府の将軍に就任。幼少のため母北条政子ら一族の後見を受ける。和歌や蹴鞠などの京風の文化を愛した。やがて政治的に京都の朝廷と鎌倉の御家人の圧力の板挟みとなる。右大臣拝賀のために訪れた鶴岡八幡宮にて甥の供養に暗殺される。もしもし、この前話やってた歴史の先生との対談のやつなんですけども、そうなん。そうか。困ったな、それ。どうしよう。どうしよう、どうしよう。どうされたんですか？歴史研究家の先生と話するって言ってたんですけども、その先生が最近他界されたっていうことで報告を今受けたんですよ。ちょっと残念で、残念で残念で。じゃあちょっと詳しい歴史ね、そういうの歴史詳しい方、じゃあ他にどなたかいらっしゃらないですか？なんか今年立て続けに2人亡くなってしまったんで、ちょっとそういう詳しい人が今いなくてですね、まあなんか歴史資料とかそういうのをもうこう開いてやるしかないかなとは思うんですけども、まあ、自分たちで調べるしかないと。そうですね、もう自分らでちゃんとしたやつを残すしかないかな。なんかないかな。高野山行こうか。高野山の金剛三万院って言って、金山寺にまつわるお寺があるんで、そこをちょっと知り合いに紹介してもうて、住職っていうか、じゃあアポ取れるかやってみようか。